こんにちは、9番館の翔子です。今日は一番下の娘の大好きな子守歌を歌って、でちょっとそれを篠笛で吹いてみたいと思います。で今すごいこう何それっていう感じなのかもしれないですけど、これ鳥の歌なんですけど、外を見たらうちにあるあの竹の木に青い鳥が4羽も止まってる。こんなのあるんですかね、ちょっとわかんないですけど、あのはい、楽しみながら歌います。いきますね。はい。小鳥はとっても歌が好き、母さん呼ぶのも歌で呼ぶ、ピピピピピチチチチチピッチクリピ。小鳥はとっても歌が好き、父さん呼ぶのも歌で呼ぶ、ピピピピピチチチチチピッチクリピ。はい、今度は篠笛で吹いてみるので、もし歌詞知ってる人いたら歌ってくださいね。それと私の子供が大好きなのが、この父さんとか母さんとかって、うちではお母さんお父さんに変えちゃうんですけど、その部分にあの例えばなんとかちゃんとかなんとかくんとか、あの人の名前を入れたり動物の名前を入れたり、とにかくもう好きなものをどんどんそこに入れちゃうんですね。だから夜気づくと本当に何十分も歌ってるみたいな終わりません。はい、でもすごく彼女は好き でしかも彼女、うちの子の場合は日本語があまり得意ではないので、そのなんとかちゃんっていうフレーズと、あとピピピピピのところは言えるんですけど、あとはこうやってフン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 笑ってあの聞いてるだけなんですけどね。では次は篠笛でいきます。ぜひ、私はすごく好きな 曲っていうか、曲ですよねこれはね。でもその好きな音も好きだし、そうやって人のこと違う名前を入れたりするのも好きだし、すごい楽しい子守歌ってなかなか寝れないですけど、よかったらぜひやってみてください。ではまた。